中本駅は、大阪府堺市北区中本町2丁にある、南海電気鉄道、仙北高速鉄道、大阪市高速電気軌道の駅。南海高野線、仙北高速鉄道線、大阪メトロ未動筋線の3路線が乗り入れ、南海高野線と仙北高速鉄道線は当駅を、介して、相互直通運転を実施する。北大阪急行電鉄8000系電車の方向幕。 ひらがなで中もずっと表記されている。仙北高速鉄道五千系電車。方向幕には中もずっと表記されている。南海高野線、仙北高速鉄道線の停車列車は、準急行各駅停車のみ。南海と仙北高速鉄道との境界駅であるが、両線を直通する、区間急行と特急、仙北ライナーも、 高野線の優等列車と同様に通過する。この直通の区間急行は、1987年の、御堂筋線安倍湖駅中もず駅間開業とほぼ、同じ時期に南海が、ダイヤ改正を実施して、初めて設定された。ただし、御堂筋線内の事故など何らかのトラブルで、地下鉄の中、もず駅が機能していない場合などは、振り替輸送対応として、 南海が急行を臨時停車させる措置を取ることもある。工場と田園風景が広がる土地であったが、大阪府道28号、大阪高石線開通以降区画整理が進み、商業施設も徐々に増加している。地下鉄が延伸開通した1980年代には、駅周辺に再開発計画があり、祖合と西部百貨店が出店競争を繰り広げた。 しかしその後、バブル崩壊で再開発計画は頓んだ結果として、百貨店は建設されず、予定地は売却されて、マンションや商業ビルなどが建設された。詳細は、堺市の中本副都心計画を参照。各社で、駅名表記がそれぞれ異なり、同一社内でも、列車方向幕、駅名表、乗車券券面などの場所によって、中本、中本、 中もずが使い分けられている。地下鉄駅の案内は一般にひらがな表記だが、正式には、地下鉄駅も漢字表記であって、切符などに中もず駅と表記される。地下鉄回数カード等の印字は、乗車時は中もず、降車時は中百である。また、仙北高速鉄道線内の駅表示や、車両の方向膜などには中もずと混ぜ書き表記されていることもある。 南海高野線と仙北高速鉄道線は当駅で、相互直通運転を行っており、両者の共同使用駅で南海の管轄駅。島式ホーム2面4線と、京城駅舎を有する地上駅。ホーム有校長は重量。ホーム上に待合室が設置されている。外側の1.4番線を、高野線が内側の2.3番線を、 仙北高速鉄道線及び道線からの乗り入れ列車が使用している。1番線は高野山方面、4番線は南波方面、2番線は泉中央方面、3番線は南波方面が使用する。2.3番線にも南海高野線列車が入れる構造になっているが、臨時列車や回送列車以外では使われていない。対比可能な構造だが、 高野線列車の通過待ちなどは一駅南の白鷺駅で行われている。南場型には Y 線構造の引き上げ線一本が設置されており、主に線北高速鉄道線内折り返しの各駅停車が使用する。改札口は連絡通路を挟んで東西2カ所ある。西側は1970年の京上駅舎火事からあるもので、 1995年に駅舎が増築された際に東側の改札口ができた。遅くとも1980年代前半に導入されたと思われる旧タイプの空リ式発車表が長く残っていたが、2019年3月に案内の充実化を目的とするため、発車案内装置の LEDLCD 化が導入された。プラットフォーム島式ホーム一面二線の地下駅。 改札口は一箇所のみで、大阪市高速電気軌道の駅の中で最南に位置する。昇降設備は、ホームから改札へは、上りエスカレーターとエレベーターがあり、改札から地上へは8番で入り口に上り、下りエスカレーターとエレベーターがある。トイレは改札内にあり、オストメートに対応した多機能トイレがある。当駅は、天王寺管区駅に所属しており、 天王寺副官区駅長が管理している。1917年当時は、全国的にも珍しい女性駅長が勤務していた。1971年12月の年、交通審議会答申第13号において、堺井筋線を当駅まで延伸するよう示されていた。この計画は、後に、堺井氏が御堂筋線の延伸を要望したことや、長編成果に対応できる。 新たな車両基地を必要としていたことから、ミドウス事線を延伸するように変更された。ありがとうございます。